はい、中年オタッキーです。繁忙期でしてね、ちょっとものすごい過労状態なんですけども、今週もちょっと休んでおりませんが、なかなか動画上げてないわけでありまして、で本来はね、オリンパスペンっていうカメラの紹介の、動画を作ろうと思ってたんですけども、それがもうハーフ版のカメラということでね、フィルムスキャンしたらね、その一つのスキャンの画面に写真が2枚入っちゃって、それを切り分ける作業をしなきゃいけないんで、ものすごい時間がかかるということで、ちょっと先に紹介するものができましたんで、先に紹介するものを紹介します。今日のね、紹介はこれです。これね、オリンパス、トリップ35っていうカメラになります。これね、実はね、あれですね、オリンパスペンと、まあ、ほぼ同じ構造です。レンズの長さがちょっと違うぐらいでね。で、あとこれはね、フルサイズのカメラになるんですね。フルサイズ 35mm のフルサイズのカメラです。ペン指示のハーフサイズになるんですけどね、構造はほぼ同じで、フルサイズになったのがこのオリンパストリップ35っていうカメラになるんですけど、もともとね、オリンパスペンっていうのはそのハーフサイズのカメラということで、フィルムの大きさが半分になるんで、画質が低下するんで、レンズに気合を入れた設計をしてあるというカメラになるんですけども、このカメラはそのレンズをそのまま、高性能のレンズをそのままに 35mm サイズ、フルサイズとしたわけです。これでね、画質が悪いわけがないです。ね、いろんな人が紹介してます。これね、私もちょっと何枚か撮って思いました。これ最強のフィルムカメラです。ものすごくいいと思います。で、まあ原理としてはね、ここにね、ここにこうガラスがいっぱいあるでしょ。これでね、光を受けて、その光の強さをこいつが判断するわけですね。それでシャッタースピードと絞りをまあ設定するという。だからまあ言うたらね、もうほとんどバカチョン状態でホイッと撮れるんですけども、残念ながらこれゾーンフォーカスって言ってね、見えるかな、これね、ここに絵が描いてあるんですけど、4つ絵が描いてあります。人が1人、人が2人、人が3人、あと山の絵が描いてあるんですけどね、これ1個目が1m、 2個目が 1.5m、 3個目が 3m だったかな、で4個目が無限遠、ピント合わせをね、山間でやるっていう、その現状のカメラを知ってる人には想像しがたいものになりますけどね、まあ大体で合わせてね、本当にものすごくよく映ります。まず1枚目を紹介しますね。こちらです。1枚目はね、宝塚北サービスエリアっていう最近できたサービスエリアでね、まあ、宝塚って手塚治虫の出身地になるんで、手塚治虫のゆかりのものがいろいろ置いてあるんですけど、リボンの騎士っていうね、キャラクターの等身大、人間と同じぐらいの大きさのやつが置いてあったんで、ちょっと写真撮りましたけどね。まあ、実はこのカメラ、室内はあんまり強くないっていう評判なんですけど、十分シャープに映ってると思います。ゾーンフォーカスカメラっていうことでね、パンフォーカスって言って、いわゆるそのどこでもピントが合うに近い状態なのかなと思ったら、案外背景がボケるんですね。これ屋外でも同じでね、結構明るいところでもボケるんですよ。で、ゾーンフォーカスがドンピシャで当たったらね、恐ろしく綺麗な写真が撮れます。で、まあ次にちょっと2枚連続で写真を見ていただけますかね。
ね、次2枚して連続で、ハイビスカスの写真から、まあ、これハイビスカスなのかな、ハイビスカスの写真から、まあ、ちょっと今回ね、全部モノクロでね、最近自分でもう現像してるんで、モノクロの方がコストが安く上がるんで、モノクロフィルムで写真撮ってるんですけども、まあ、ハイビスカスにバッチリピントがあって、後ろの風景がボケてるのがわかると思います。もうそれもね、恐ろしくピントが合ってます。気持ち悪いぐらいにね。だいたい僕的にこのカメラの使い方はどういう狙っていくかというと、他の人は結構ね、この上昇点マークって言って3つ目のやつに合わせて適当に撮るのが一番いいっていうふうに言ってますんですけども、僕的には被写体に1メートルまで近づいて、この一番近いマークで撮るのがいいと思います。もうね、もう、そうすると背景がものすごい綺麗にボケて、被写体がバッチリピントがあってものすごい写真になると思いますよ。で、無限遠もまあ結構使えると思います。誰も席に座ってないレストランの写真、まあこれ朝方撮ったんです。朝の5時半に撮ったサービスエリアのレストランの写真なんですけどね、全域にわたってね、ものすごい綺麗にピントが合ってると思います。この無限遠にすると、まあ3メーターより向こうのものにピントが合うっていうことになるんですけども、非常にシャープに撮れてますね。このカメラね、まずコンパクトですね。フィルムカメラにしては異常にコンパクト、ポケットにも入るギリギリ入るぐらいの大きさです。でそんなに重たくないです。まあ近代のそのポケットカメラに比べばちょっと重たいですけど、そんなに重たくないです。で、戦闘力が高い。どう戦闘力が高いかっていうと、デジタルカメラってね、電源入れなきゃ撮れないじゃないですか。ね、このカメラはね、電源どころか電池もないんですよ。だからね、蓋を開けたらもうシャッター切れるんです。ね。あんまり暗いとこではね、シャッターがね、切れないようになっています。例えば、これちょっと蓋をして。で、明るいところ見ると、ほら、切れるんですね。これね、このセレン光電池っていう、まあ簡単に言うと太陽電池ですかね。よくできたカメラなんですよ。太陽電池に入ってくる光を感知して、そのシャッターを制御するっていう素晴らしくよくできたカメラになります。もうね、もしね、結構ね、人気がないみたい。オリンパスペンは人気があるんですけど、このトリップ35はね、フルサイズカメラでね、あんま人気がないんで、安く転がってる可能性が結構高いです。見つけたらね、ゲットしてね、写真撮るの絶対いいと思いますよ。本当によく写ります。ただピント合わせを結構忘れるこの目測なんで、ここでね、ピントが合ってるかどうか確認することはできないんです。で、ピント合わせを忘れることがたまにあって、ピンボケをさせてしまうんで、ちょっと慣れてからっていうことになりますかね。そんな感じです。ちなみに私、これはFacebook のお友達からタダでいただきました。本当にありがたいと思います。ちょっと使ってみたかったんで、多分今後ね、このフィルム写真の僕のメイン機種になっていくと思います。一眼はあるんですけどね、まあ例えばこれフィルムの、EOS ONE になるんですけど、もう持ってるんですよ。確かにね、いい写真撮れるんですよ。それ間違いないです。でもね、でかいんですね、一眼ってね。でかいし重いしね、もうシャッチョコバってね、写真を撮りに行くっていうね、気持ちにならないと、これちょっと使えないですよね。で、まあこれは気軽にね、撮れ回せるっていうね、ことになりますけど、じゃあ iPhone で撮りゃいいじゃんとか、まあいうことになってくるんですけど、まあ以前からも言っておるように、デジタルの写真は残んないんですね。まあこの動画を見てる人で、5年前に使って、てたスマホの写真どこにあるかはっきり分かる人います？プリントして残してますかと思うんですね。で、最近ちょっと水害とか災害がよくね、起こってますけども、写真、フィルム写真から焼き付けて残した写真っていうのは、インクジェットとかそういうプリントするものと違う、その印刷するものと違いますから、水に濡れてもある程度は耐えるんですね。で、印刷されたね、写真っていうのはね、水に濡れた瞬間にパンになりますよ。水性インクでね、印刷されてますんで、まあ 100% それじゃない顔料インクもあるかもしれないですけど、それもまあダメになると思いますね。そういうわけでね、未来に写真を残すためにはやはりフィルムカメラだと思います。で、今回はね、そのこれ手軽に撮れてね、安く仕入れれて
非常に写りがいいトリップ35の紹介でした。これね、本当ね、本当にいいカメラです。もうびっくりするぐらいいいし、簡単です。ね、一度使ってみてください。それでは。